アメリカンフットボールの悪質反則問題で、山岳第9部を負傷させた日大 DL 宮川大輔選手、20、が2日に都内で会見を開いたことを受け、関西学院大学アメリカンフットボール部が見解を発表した。宮川選手は会見で、17日の関学大側の会見を受け、18日に宮川選手及び、両親が関学大の被害選手及び両親に直接謝罪に報、記事全文を読む。